ジャパニーズ。改めましておはようございます。いやーよかったわ。まあまあ普通に、ああドッキリ大成功やな。いやーマジ怖かったわ。まあこの後もちゃんとあのハウス会員ね撮影ありますんで。はい、ケンさん待ってらっしゃるんで、はい、みんなで盛り上げて。はい、大丈夫。ちょっといやお前この立場だったら分かるよな。次さ何も知らない状態で形変えるぞって言われるんだよ。めちゃめちゃ怖いからね。めちゃくちゃ怖いだろ。待ってらっしゃる、行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。お前テンション上げていいよ本当に。いやー忍者ウェメイです。ハウスゴイシュデルク。でもこれもうヒップホップのさ夢のさ形っていうさ、バーンでしょ。バーンなるでしょ。どっちが女の子かっこいいと思う。4億ぐらいの全員大好きって。マニバレコ俺ら負けとか知らないか天使。いやもう合わせる顔ないよ。待って聞いてないよ。うわやばやばやばいな。やばい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 。嘘でしょ。あらららうわやべー。乗ってください。お願いします。お願いします。いやー楽しい。 Let's do it, do it, do it, do it. オープンしてるアルバート Do it, do it, do it, do it. Let's do it, do it, do it, do it. 散らかってるバトルは何だろう。 Let's do it, do it, do it. Let's do it, do it, do it.アルマドリダルのバッカーレクラボーナインジャリンやりたいシャッシャッスバゴ。 Do it, do it, do it. はい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 よろしくお願いします。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 二人はなんか思うところは。そうですね。なんか本当に勘弁してくれよ。ちょっとだけ緊張感はなくなってます。さっきよりは逆にね。ほぐれてよかったでしょ。わかりました。あれなかったあれなかった。わかりました。ほぐれてよかったでしょ。ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速ねどんどん行きたいと思うんですけど、はい、最近 MV を一緒に撮らせていただいたじゃないですか、はい、ありがとうね。ありがとうございます。ちゃんとお話ししたのはあの MV が初めてですね。そうだね。ダンサーさんにめっちゃ詳しいわけじゃないけど、なんか忍者のメンバーはね、はい、イケてるっていうさ。いや、うん、やっぱダンス上手い人はねたくさんいるんだけど。そうですね。なんかライフスタイルというか、はい、なんかヒップホップな奴らだなっていうさ、イメージがあったから、なんか今回のミュージックビデオもただダンサーさんに踊ってほしいじゃなくて、カルチャーとかライフスタイルをさ体現してる人たちに出てほしいなと思って、もうすぐ忍者ダメかなっつって会議に出て、で受けてくれた子たちめっちゃ嬉しくて、はい、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。優しいのも怖いよ。まだ引きずっとんのよ。怖いっすよ全部が。手忘れよう。形変えるって言われた後だから。できるんだよ。確かに確かに。じゃあ1個目、じゃあ質問いいですか。はい、音楽についてです。曲を始めたきっかけ。曲を始めたきっかけ、はい、そうだね。俺中学校の時からその音楽を作るってことを意識し始めて、はい、でその時はまだヒップホップにもちろん出会ってなくて、尾崎豊がめっちゃ好きだったんだよ。あ、本当に。いやもう幼馴染の友達が聴いてて、そっからすげえハマって、はい、なんだこれみたいな、俺もなんかメッセージ話してみたいな感じで、尾崎豊のコードパクって、はい、その上から自分のオリジナルの歌とか作ったりとかして、想像めっちゃ寒いんだけどね。その時に作ったデモテープがあって、曲が1曲あって、はい、愛の夢っていうタイトルなんだけど、はい、まあ、彼女もその時いないんだけど、はい、意もしない彼女が死んだっていう想定で。
エボすぎるお酒っぽいですねでもありそうっすわなんで死んでんねんまあそういうの作ったりとかして、うん、結構とあるレコード会社のオーディションとか受けて、通ったりとかしてたのよ、はい、でもなんかその自分のライフスタイルになんかしっくりきてねえなと思ってて、人並みにねグレてたりとかもしたし、なんかなと思いながらそうこうしてる時に俺17歳の時に名古屋の大須っていう町で、はい、たまたまその商店街にアルバイト募集っていうさ紙が見えて、うん、ケアさんだったんだけど、でそこにもう何の気なしに入ってもうバイトしようと思って、はい、バイトを募集してますかって面接受けて入ったら、そこにそのヒップホップのコーナーがあって、はい、しかももうゴリッゴリのウエストコーストのコーナーで、はい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 、今でも俺の兄貴分のギャングスタキュー GQ っていうラッパーがそこで働いてて、はい、当時彼が19歳俺17歳だったんだけど、あの言うたらね今の見た目のまんまなんだ、ほぼほぼいかつえみたいな怖いみたいななんやこの人みたいになったんだけど、はい、ヒップホップのカルチャー教えてもらって、はい、まあ、その時はスヌープとかトゥーパックとかの、はいはいはい、CD をさこの教えてもらって買って、で和訳がついとってさ、で和訳読んで、おいなんだこの文化みたいな、その悪い人たちが荒んだ生活の中で培ったメッセージを歌にしてめっちゃ称賛されてるっていうのがさ衝撃で、俺の探してたこの手段これだと思って、でヒップホップにどんどん入った感じだったよね。で俺でその兄貴分に俺ラッパーになりたいですって言ったら、次のイベント怖いって言われて、でそれで見に行ったのがきっかけだったんだよね。これを貴重すぎないですか、一発目から一発目からで、いやもうしょうもない話どんどんカットしよういやじゃあちょっと曲に関してもうちょっと質問したいんですけど、はいはいはい、自分の楽曲でお気に入りの曲ってあります？もうこれ、いやもちろん全部お気に入りだと思うんですけど、難しいよね。でもベタだけどスタートイッターゲインは俺の中で特別な曲だね。まあ俺がニューヨーク住んでた時に作ったっていうのもあるから、どれか一つって言われたらスタートイッターゲインが一番思い出あんのかな。ちょっと一回かけていいですか？いいよいいよ。いこれもうめちゃくちゃ、うわぁ、白ナイキソロマイキ真っ白い木させない木、みんな中高生の時めっちゃ聞いてましたっつってみんな言うんだよね。でも本当そうだと思います。本当に誰のゲームかやばっ。でもそう考えると今こうして一緒に YouTube に出ていただいてることがマジでやばいこと、それは緊張するってのは分かっていただけますよ。まあそうねジャパニーズ。次のコーナー行っていいですか？うんよ。好きなラッパー US だったりとか、はい、読んでもいいんですけど。そうだな、これ多分聞くことなかなかなくて、単純に歌として本当に影響を受けたのは、まあ、2パックかな。尊敬してるのは JG だね。やばいっすよね。JG は楽曲もそうだし、はい、あり方、はい、ラッパーとしてとか一ビジネスマンとしてもあり方は一番尊敬してるかな。シロックかなんかやってますよね。JG はアルマンドだね。アルマンド、そうちょっと一つ自慢話があるんだけどさ、でそのニューヨークに行ったり来たりしてる時に、はい、ロックネーションに呼ばれて行って、はい、その前に俺ハンドレッドボトルズっていう曲を出してて、はい、新聞に一面にそのビヨンセ声みたいなさ、はいはいはい、アルマンドをこの MV に出した本数が総額ビヨンセを超えたみたいなのが新聞の記事になって、なんか知らないけどドーンって一面でロックネーションにも伝わってて、セバスチャンっていうアルマンドの社長が、いやジェイとこの記事見たんだけどさつって、面白いよねみたいな話してくれて、その時からそういう付き合いあるんだけど、その時俺たちはそのアルマンドは先日もリアーナのパーティーやってたんだけど、だからお金でスポンサードするとかうちないんだよみたいな。ここから時が経つこと5年ぐらい経ってかな、はい、AK もパーティーとかさ、高校の時あったらいつでも行ってくれみたいな、 AK が言われた本数を振るからって言ってたの。でもさすがにそんなさ、いきなりさ帰ってさ、じゃあセバスチャン100%とか言えよふとそのシクセレンパーティーっていうさパーティーを6月9日に毎年やってんだけど、セバスチャンにちょっと言ってみるよみたいな感じになって、はい、でその時にすごいね、いろんな VIP も来てくれるっていうあの回だったし、セバスチャンに久しぶりにメールしてみて、はい、久しぶり元気みたいな、お元気だよみたいな、で今度こういうパーティーなんだけどさつって、アルマンドあの送ってくんないかなって言ったら OK 何本って来て、何本って来てるけどどうしようってみんなと話して、はい、無理だったら無理って言ってくるから、まあとりあえず100本って言ってみようと思って100本って言ってみたの。それもう一言 OK っつって、しかも3リッターマグナムっていう
はい、もう値段もそれは港区で飲んだらもう100万近くするやつ、80万とか、はい、それ1本ね、1本っすか、うん、それ100本送ってきた、やっば、トゥーマッチ、めーと思ったけど嘘じゃなかったっていう、統計信条じゃなかったっていう、すごいいいストーリーなんだけど、だそういうところもね、なんか含めてやっぱかっけーなと思うよね、かっこいいかっこいい、自我からギフトのアルマンドって言ってるのはそのことなんだよね、そう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 、みんな聞いとけよ絶対絶対聞いとけよ、だから俺もやっぱ JG に習ってそのお酒のブランド持ちてえなっていうのもさ憧れであんだよね、シャンパンはでもさすがにやっぱフランス行って本当に作るんだったら俺いいもん作りたいから、はい、売れればいいとかそういうんじゃないからさ、はい、日本人だから日本酒、はい、日本酒を愛知県の醸造家たちを集めて、はい、本当にこだわった日本酒を今作ってんだよね、あもうやってる、そうそう、今水面下で今、やば、あじゃあこれもう初、ね、そうだね、そうだね、メディアでは初出しになる、マジっすか、でいいんすか、ノージョークのもう日本酒を今作ってる、しかも地元でっていうさ愛知県の醸造家で作るっていう、それで言うとスローちょっと日本酒、そうなんすよ俺好きなの、最近ちょっと、うん、やっぱ日本人たるもの、うん、日本酒飲めるようになろうと思って、うんうんうん、ちょっと最近立ち直る、なんだっけ、13代だっけ、14代いつ頃とかはまだわからない、そうだね、今年中にとりあえず試作品第一発目は出せるようにしたいなと思うんだけどね、やっぱ一発で定まるもんじゃないから、そうっすよね、改良改良みたいな、2025年に完成させたいなと思ってるけどね、絶対飲みたいっすね先に言っといて、飲んで飲んでプレゼントするわ、ちょっとずうずうしくない、言える時にとかないと今月かな、ツアーが、そうだね、今月からねありますよね、そうそうそう、それにちなんだちょっと質問なんですけど、まあそうだね、俺いつも大体武道館とか、はい、まあ今回で言うと AKYB で名古屋の外商ルっていうね、はい、アリーナやったんだけど、それ大きいライブやった後にいつも小さいライブハウスをさ、はい、自主興行で回るっていうのを、まあ、ずーっとやってきてんだけど、まあ、今回もそれでライブハウスツアーで、まあ、小さいとこで言ったら250人ぐらいのとこもあるし、まあ、最大1500人ぐらいまでの箱を、まあ、ランダムに、まあ、場所によってって感じなんだけど、それを33箇所まあこれも一つのツアーで、まあ、最多かな、まあ、今回がまた更新で、えもう本当全部行きます、都道府県でいうとほぼ行くね、47か47だね、47分の30す、いやえぐいっすね、だからライブのこだわりとかってあります、いやーそれよ、こだわりね、音楽だからさ、はい、ヒップホップである前に音楽じゃん、そうっすね、呼ばれたクラブのライブっつったら、はい、まあ大体長くても30分とかさ、はいはいなんか40分50分1時間とかやることないじゃん、ないです、ね、でもまあツアーともなるとやっぱ1時間半さ、はい、やらなあかんわけよ、で俺しかもグループじゃない1人じゃん、やっぱその1時間半をちゃんと見せきるっていうことができないとやっぱそもそも音楽家としてなってないと思うんだよね、はい、やっぱ勢いでできても30分しか持たないんだったらそうワンマンライブできないからね、呼ばれたゲストのライブしかできないっていうんじゃやっぱダメだから、1時間半みんなをちゃんと飽きさせずに帰る時におっしゃ明日からも頑張ろうみたいな、そういうパワーもらえるもんじゃないライブって、いや間違いないですね、うん、だからそこにやっぱ到達するクオリティっていうのはまあこだわりであるよね、外資ホールの時、うん、そうだねバチクソ食らったっすよ本当にバックスさんと2人であの山の上で、うん、俺らももっと頑張ろうってマジで話しましたマジで、はい、絶対またああいう風にあのライブを見て、うん、観客の若い子たちがこう自分たちみたいにいや俺らもやれるわみたいになってどんどんこう増えていくっていうのが、うん、そうだね、まさにあるんでしょうね、いやまさにあのライブがそれだったからね、そうですよね、バックスさん、俺が13年前にヘッツただのキッズだった、うん、あのバックスさん見に来てて、でそのね少年がやっぱ時を経てさ、うん、一緒のステージに立ってっていうさ、しかもあの写真があれ残ってたまたますか、あれじゃたまたまよ、それがさもうすげえ運命じゃない、俺のその13年前のあの2011年の外資ホールに、はい、いや来てたっていうだけでもすごいのに、すごい、そうっすよね、それが写真で残っとんだもん、写真というか DVD ねファンがあのオープニングとエンディングで AK 大好きとかさ AK 最高とかこの言ってってるほんと一コマにあいつがいんのよ、やばすぎる、俺のグッズさ着てさバンダ俺のグッズのバンダナ巻いて69のサインしてさ AK 最高っつって言ってる一瞬残ってるってさ、いやだからもうあれもうあの時からもう運命はスタートしてたんだね、
多分今こうヒップホップ盛り上がってる中で、うん、いろんな若手いるじゃないですか、うんうんうん、めっちゃ気になるんですけど、うん、AK さんが注目してる若手みたいな、あ難しいね。やっぱね、いろんなフェーズにあの若手がいる。俺からするとみんな若手だからさ。うんそうね、もちろんバックスとかね、やっぱ地元を背負ってこのまま行ってほしいとかあるし、俺はバッドホップも、まあ、地元は違うんだけど、まあ、奴らの境遇とかね、ストーリーとかを知ってるだけに、まあバッドホップっていうクルーは解散したけど、ワイザー、パブロからね始まって、まあ、みんなメンバーのみんなも、まあ、これからの活動楽しみだなっていうのもすごいあるし、ジブさんがあのちょっと前にツイートしてたので本当そうだなと思ったんだけど、はい、昔はうまいやつを探してた、でも今はうまいやつだらけだ、はい、その中で頭一つ抜けることってなんだろうみたいな、ヒップホップフォーライフみたいなことをさツイートしてたんだけど、いや確かになんかうまいやつめっちゃ増えたからさ、はい、俺たちの時代下手なやつらばっかだったからね、バイリンガルとかなんかマジおらんかったし、もうアクロ出てきた時とか衝撃だったしね、今やっぱ上手い子がたくさんいる中で、だからなんかラップスターのことで言うとあのカーズみたいなさ、はいはいはい、ちょっと土臭いさ、はい、だけどパッションがあるやつとかそういう子が上がってきてほしいなと思うね。エリック B とか、はいはい、エリック B ジュニアとかリアルな感じがするよね、別に悪がいいとかじゃないんだけど、リアル悪いやつらがどうしようもねえやつらが本当にあのヒップホップに出会って助けられたパターン、すごい若い時の自分たちを見てる感じがすんだよね。俺もだからヒップホップなかったらマジとんでもねえところに行ってたかもしんないし、ヒップホップに救われたから、なんかエリックとか見てるとなんかすごいそれを感じるよね。本当に今ふと思ったんですけど、うん、AK さんってこのヒップホップの話できてるのやばいなって思って俺らが本当に自分たちも好きなんで、あその根本の部分結構何らかのふざけてるんですけど大事にしてるんで、いやいやめっちゃ伝わるよ。忍者はなんか本当にヒップホップ好きだなっていうの伝わるね。嬉しい本当に。ちょっとでも日本のヒップホップ業界に貢献したいじゃないですけど、いやいやできてる力になりたいなっていう、こういうメディア持ってる時点でね、貢献してるでしょ、めっちゃ。だけどちょっと、そうなんかどうしたらいいですか。普通に困るなよ。困りますね。ちょっとありがとうございます。どんどん、こちらこそ。じゃあちょっと次の質問でいっていいですか。はい。ファッションについて質問させて。ファッション。はい。次もれのバンダ。召喚版。止めるワンシャー。ジュエリーを。まず一旦行くからね。長いことやってますからね。何本持ってます？結構やばいってこと？めっちゃあるよ。総重量にしたら金、そうだ、これだけでもまあ1キロ近いでしょ。5キロ分ぐらいはあるかな。総額で言うとチェーンです。チェーンで総額、時計も入れたらね、本当によく超えるけど。チェーンだけど、これ出てるチェーン。いや、それセットに。チェーンもう金ジュエリーだけで5000万以上はあるな。やっば。時計で言ったらプレネで言ったら3億4億あるのかな。もう普通に下台で俺が買った、俺は全部定価で買うから、はい、結構その定価で買うことは難しいあのブランドばっかりだから億はあるかな。変な遊びでいい。なんでだよ。でも長いことやってっからね。いや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 。瞬間風速での話じゃないから、本当ね、ずっとそれ続けてきてるからさ、だから帰るってやるだけの。日本でラッパーでこのジュエリーつけれるってもう相当さ、数少ないよね。うん、そうじゃん。まあそうな。最近でも家買ったとかさ、そういうのはなかなかない。家買われたんですか。そうそうそう、今もまさに6月9日にさ引っ越しなんだけど、6月9日引っ越ないめん、うわいや、まあ、大体家具とかも入れて4億ぐらいの。やりすぎですよさすがに。でもこれもヒップホップのさ夢のさ形っていうさ、皆さんヒップホップ夢ありますよ。
どん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 いきます。聞けるうちにあんま聞かないファッションの質問をさせていただきます。一、うん、つ目なんですけど、うん、AK さんの好きなブランドを好きなブランドいただきたいです、うん、俺最近ねほんとねえんだよね。まあディオールとか好きなブランドあったんだけど、うん、もちろんねナイキはもちろんビーボイとシリモンであったりとかするんだけど、でも今着てるのも自分のブランドのバガーチっていうブランドなんだけど、最近ほんとになんか無地の T シャツとかノーブランドの T シャツに何でもね、まあ、バガーチのデニムでも何でもいいんだけど、クロムのデニムとかでもああいうパッチついてないさ、もうクロムで分かんないようなデニム履いて、でまあシンプルスニーカー履いて、でバチクソヤバい時計してるっていうさ、うわもうあもう分かりました。最終形みたいな、最終形、最終形、最終形。だって俺このピアスだけでも両方で600万ぐらいだからね。ジルコニアかどうかなんて本人しか分かんねえんだけど、でもこれ一応 VVS の本当 G カラーでトリプルエクセレントとかさ、いろんなそのランクがあるんだけど、それでいうとまあ同じぐらいのクオリティの2つなんだけど、大体300万300万ぐらい。ちなみになんですけど、それ落とした時ってどんな心境なんですか？いやいや、もうたまにさ、この洗っとる時にさ、洗面所あのバチャガチャッとの蓋できるやん、はいはいはい、あの排水口がバチャッて閉まるの、はいはいはい、あれやらずに一回こっちの方がさ、クランコのクランコだったら、もう俺見たことない手の動きの速さで、本当にもうとんでもない速さで手動きが上がってるから、さすがだったんですか？いや、落ちた瞬間あのドア開けたところのこういう排水管バーンでしょ、バーンになるでしょ、これ坊主だね、こっかってやばい。次の質問いかせていただきます。はい、AK さんが、うん、今狙ってるものって何かある？狙ってるものね、でも俺車がめっちゃ好きだから、俺まあ車の話とかジュエリーの話したけど、本当実を言うとそんなそこまで興味ないのよ。でも車はね、ガセンマジ大好きなんだよね。最近も、まあ、2台目のフェラーリが最近納車されたんだけど、もう一個頼んでるのがあって、でそれがプロサングエっていうやつで、フェラーリ初の SUV なんだけど、でそれ12気筒で、それめちゃくちゃ本当台数少なくて、もうフェラーリを代々買ってる人とかでも割り当てがなかったりとかした、あの話題のモデルなんだけど、それなんか俺注文通ってさ、全部もうイタリアの独断と偏見で日本のメーカーとかの権限ないのよ、もうイタリアがこの人 OK この人ダメっていうのを決めるんだけど、はい、OK 出て、はい、フェラリスタって言うんだけどさ、はい、フェラリスタたちと比べたら全然買ってねえのに、もう通っちゃって、はい、それが来るのがめっちゃ楽しみだね。うわやば、来たらもうどうでもよくなるとかよく金持ち言うんだけど、だ俺はもう来てからもうガゼン好きだ、ね、ちょっとその辺で聞きたいですけど、うん、今の愛車紹介。もう絞れるとかもう、え、つい今3台っすよね。いや、7台かな。え、ね、7台、多分これでレンジローバー、アルファード、フェラーリ、ローマ、フェラーリ 296GTB、 ベンツ、ゲレンデ、GLP、R32 のスカイライン、そうだね。で、あと来るのがその今頼んでる、さっき言ってたプロサングエっていうフェラーリの SUV と、あと1971年のビューイックのリビエラっていうのを今リビルとして作ってるんだけど、それ聞いたら9台になるけどね。いや日本の旧車とかはまた別ですか？もう旧車めっちゃ流行ってるじゃないですか。そうそう、 R32 だから、その平成元年のスカイライン、箱スカですか？うん、箱スカのね、後に復活した一番初めの年の GTR、 そうそうそう、1万キロしか走ってない、超デッドストックみたいなやつ。え、めちゃくちゃ高いですよ、絶対。高いよ、海外出たらもう2000万超えてるかな。それはもう本当にガレージ保管してるね。やばい、いや、すごい。全部自分の車を並べれるベストみたいなの今作りたいなと思ってる、ね、やばっ。全部置いちゃったら何のねいいんだろうってなるから。全部は無理なんだけど。男のロマンだね、それはね。最近結構若者の車離れがなんかあるっていう、そうだね、聞くよね、聞きますよね、うん、なんならうちのメンバーのスローとヤング免許ないんですよ。おお、でも東京によったらあんまいらんちゃいらんよね。そう思って今もそのままって感じですね。だけど、これだけど、そこを言ってほしいよ。だけど、だけど、これは、じゃあ今、まあ、忍者で言ったらさ、立ち位置的に、いや、もうかっこいいよね、ダンスでさ、こんだけイケてるのを世にアピールしてたよ。はい、ほらね、YouTube 見てる子みんな分かってるでしょ。で、かっこいい、ダンスかっこいい、で、おしゃれだ、イケてる。で、そこで、東京だから俺車いらないんだよね、の忍者か、イケてる車を乗ってる忍者が、どっちが女の子かっこいいと思う。
校舎です。めちゃくちゃ素晴らしい。選択の余地ないでしょ。かっこいい自分に常になるべきでしょ。はい、やっぱりそうなのよ。車ないと、車なんでもいいってさ、カーシェアでさバーって乗ってこられるのか、めちゃくちゃねスーパーカーとかじゃなかったにしろ、ちょっとパリッとしたさ車乗ってくるのか、はい、やっぱちゃうじゃん。ちゃいます。それを変えて、だってそのそれが説明する背景からすると、その車を変えて、その車を止めとく駐車場代が払えて、その保険も払えて、維持費も払えてっていう、その男の回収が見えるわけよ後ろに。あ、会社がある男の方がいいよ。かっこいいとかね、そんな面構えがいいとかおしゃれとかなんて、そんなもんねすぐ飽きられるからでしょ。やっぱ男は中身だからさ、お金が全てじゃないけど、お金を稼げる器量があるっていうことは男として大きなポイントだからね。それで車でかっこよさをさ、この体現するって、いや車なんてどうでもいい、車だけの側面見たら、いやなくても生活できますよっていうのも、まあ、一つの大きな意見なんだけど、はい、立派な意見なんだけど、かっこいいかっこ悪いにこだわると、やっぱさイケてる車転がしてる男の方がかっこいいに決まってるよね。いやーもうこれはちょっと、もう見てる人どうなの？自社庫で下ろしてもらって。じゃあ次のコーナーいきます。はい、はい、高速質問ラッシュ。高速質問ラッシュっていうことで、はい、まあ、制限時間5秒以内で10個、うん、AKさんにちょっと質問答えていただこうかなと思います。どんどん答えるね。まあ普段聞かれないような質問が結構入ってると思うんで、いいよ、まあ、答えたくなかったらパスでいいんですけど、うん、できるだけ答えていただければなと思います。OK。 高速質問ラッシュ、おっ、よーいスタート。今までで一番高い買い物は？お家。おお。生まれ変わったら何になりたい？俺。おお。一番きついトレーニングは？ハレオンのトレーニング。ハレオンのトレーニング。え、体洗うときどこから洗いますか？あー、わーおー。デーン。使ってる香水は？あー、ドルガバのライトブルー。わー、シャンパン最高何本開けた？それはね、最高何本だろうな、100本ぐらい。わー、飼うとしたら犬猫？猫かな。名古屋帰ったら絶対寄るところ？蓬莱軒。座右の銘は？努力は人を裏切らない。最後視聴者に一言。ヒップホップは夢あるよ。おお。車揺れてるわ。ジャパニーズ。1個目が今までで一番高い買い物は？これ家っておっしゃったんですね。そうだね、さっき話したけど、一番一発で一番高いのはそうかな。それお値段って、まあ、大体4億ぐらいか。次、生まれ変わったら何人になりたい？いや、まあまた自分ってことはありえないんだけど、自分がいいなって思うぐらいいい人生生きさせてもらってるなと思うね。いやー、楽しいよ。いいね。お前ら言ってたらもうめくれるぞ。それは言い過ぎだろ。一番きついトレーニングは？そう、ハレオっていうところのトレーニング、はい、まあ、ハレオってあのサプリメント、ブランドのね、はい、ハレオトップチームっていうチームがあって、そのチームでのトレーニングが一番きついね。いや本当に逃げたい。トレーニングの日なんて覚えてもねえのに、いつもそのハレオのトレーニングだけは近づいてくるのが分かるんだよね。あ、やだな。やだな。そのトレーニングに行くために俺ランニングしてっから。あ、そのランニング、トレーニングのトレーニングだ。そうそう、トレーニングのためのトレーニングしてっから、それぐらい嫌だね。本当に苦しい。で、この質問からの流れで申し訳ないですけど、まあ体洗うときどっから洗うっていう、これはもう質問が、そうだね、そうだね、質問、ちょっとすいません、これはスローがミスってます。いや、いやちょっと正直待ってました。なんかね、洗うよね。真っ先に洗うよ。真っ先に洗うよ。使ってる香水はというか、はいはい、そうだね、あの種で3つあるんだけど、はい、そのバイレードと、あー、いいですね、ブルガリのブラックとドルガバのライトブルーで、ライトブルーが多いね。ありがとうございます。はい、次お願いします。次はシャンパン最高何本開けた？そうだ、だからそれ、まあ、自分個人っていうか、まあ、主催するパーティーでっていうことだけど、うん、100本あったな。ちなみにその1本ほんと何十万とか、まず状態で言うと、まあそうだね、うん、そういうシャンパンがほとんどかな。そういう意味ではアルマンドが
手だから、誰かから AK さんめちゃくちゃ酒強いよって聞いたことある。そう、めちゃくちゃ強いの本当に。でも俺一回だけ本当に恥ずかしい思いしたのが、前のワンオークでワイザーとパブロが誕生日だもんで、お祝いに来てくれないかって言って、あのボディーガードのサミーがメールしてきてくれて、でもその時たまたま夜空いたもんで、あじゃあ行ってあげようと思ってさ、行ったのよ。あいつらにかっこよくさ現れてさ、シャンパンとテキーラも下ろして、会計もどうだったかな、40万パッパって払ってで帰る予定だったの。だけどもそのままでもノリに乗って飲んじゃって、で最終的にはあのワイザーの肩を借りて階段を降りてったらしいから、俺その次の日聞いてもう本当に死にたくなったもんね後輩の肩を借りて階段を降りるってもう AK としたことがなんちゅうことしてしまったんだと思ってサミーとワイザーの肩を借りて千鳥足で、次にもワイザーたちはまだ飲むぞ言って六本木の違う場に行くんだけど、で俺も行くぞとか言ってるけど、サミーが AK you gotta go home You gotta go home っつって自分の運転手の車に乗せられて返されたっていう、そうなはずーと思って次飼うとしたら犬猫。いや何て、そうだね、俺もやっぱり小さい時から実家で飼ってたのは犬だから、なんか俺はずっと犬が好きだと思ってたんだけど、大人になってから猫飼って、あ今飼ってらっしゃるんですか。もうね死んじゃったんだけど、すっげえ可愛かったね。犬っていつでも来てくれるじゃん。そうですね、呼べば。それもすっごい可愛いんだけど、猫って膝の上に乗ってきたりするのたまになんだよね。その時のなんか尊さ、はいはい、もう絶対にどかないように、ちょっとでもこうやって動いたりするとなんかプイっていっちゃうのね。だからそれがちょっとでも長引くようにじーっとして眺めたりとかするのがたまらん愛おしいんだよね。歌の1個いいですか、あの猫の話してる AK さん見れないです名古屋帰ったら絶対寄るところ。うん、そうだね、蓬莱軒だな。飯はそういろんなとこあるんだけど、でも俺はそうだね、ひつまぶし蓬莱軒はもう店に行けなくても俺松坂屋のその買って帰れるさところがあるんだけど、そこで買って弁当買ってきてもらってスタッフに、はい、で新幹線の中でも、まあ、ほぼ毎回食べるもんね。そう、ソウルフードだね。だからソウルフード。次、座右の銘は、まあ、努力は人を裏切らないってね、おっしゃってましたね。まあこれね、努力をしたから絶対叶うとかではないんだよね。そういう意味ではないんだよね。でも努力しないやつに夢は絶対叶わないっていうことは断言できるよね。だからやっぱり努力をする、でもそれがその目標とかね、夢が叶わなかったとしても、努力したことによってこの成長した自分がさいるわけであって、みんな成功したい成功したいって思ってるやん。でも成功するのってなんか手段があるわけじゃないんだよね。で宝くじに当たるとか、たまたま事業が当たるとか、そういうのはあっても、それって本当の成功じゃなくて、成功っていうのは実はね、成長の延長線上にあるもんだよね。成長の果実が成功だって言われてるのに、やっぱこの成長すること、成長するにはやっぱ努力がね必須だから、努力をすることがやっぱね自分を裏切らないということにつながるんじゃないかなっていうね。いやそういう言葉なんだけどね。え誰俺ラスト、うん、視聴者に一言ということで、はい、いやそうだね、ヒップホップにはね夢があるっていうこと言いたいよね。だってさ、野球選手とかサッカー選手がさ成功した暁にはどれぐらい年収もらえるのかとかさ、年俸もらえるのかって公開されてるじゃん、はい、だけどじゃあヒップホップで成功したらどうなんだよってことなかなか分かんないと思うんだけど、バッドホップだったりもそうだし、みんなね成功してるやつらがさいい車乗ったりとかいいジュエリーしたりとかさできるようになってるし、まあ俺の今日話した話もそうなんだけど、自慢したくて話してるわけじゃないんだよね。俺結構メディアでこうやって話したりとかするのってやっぱその夢を与えたいっていう、今ヒップホップがね人気の音楽になってきたってなって、じゃあ若い子たちがねラップスターとか見たりとかさ、ラップバトルとかにね出てとか、それこそ2000万で、それこそ今度バトルサミット賞金2000万とかさ、やばいっす。夢あるし、配信とかでもヒットが生まれたらさ何千万入ってくるとか、そういうのもどんどん情報として出た方がいいと思うんだよね。人生変えることができる音楽だっていうさ、そういうジャンルだってことを、しかもレーベルとかさ事務所に属さずともそれがねできうる音楽っていうこともなんかすごい素晴らしいなって。でしかもその音源だけじゃなくて、俺みたいにねその派生したビジネスでどん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 こう展開していけることもできるというさ、ヒップホップ5大要素のうちの一つも知識ですからね、経営とか。そうね、そうビジネスもヒップホップです。そうだね、ナレッジが必要ですからね。ナレッジです。かっこよ、マジで。ジャパニーズ
じゃあちょっと最後、はい、もう質問コーナーで視聴者からの質問コーナーで締めたいと思います。生の質問を一回ここで挟みたいと思います。何でしょうか。何でも一発目これね、何回も言った方がいいと思うんで、ライブいつありますかって。あ、ライブね、6月15日横浜からスタートして、はい、33カ所もあるんで、これ全然把握してないから、あのインスタにね、そのスケジュール貼ってあるから見てほしいですね。これはぜひチェックしてください。しかも今回エンライトメントっていう日本語訳すると、まあ、啓発とかそういう意味になるんだけど、うん、今回そのライブで、まあ、AK のライブ見てなんかすごいやる気になったとか言ってもらえること多いんだけど、それは俺のライブの特徴でもあるんだけど、さらにそこの部分をフォーカスした、はい、自分の心にね雲がかかって霧がかかってるっていう人たちに特に見てほしいライブの内容になってるんで、なるほど、見に来てほしいですね。これはもう絶対今の若者は行った方がいいですね。ぜひぜひ見に行くしかない。絶対チェックしてください。名古屋の思い出の場所は、名古屋の思い出の場所はね、名古屋城のお堀沿いの道路かな。いつも俺はそこに車止めて歌書いてたから、それこそ、まあ、ディンディンドンとかの前の時代とかもそうだし、まあ、ディンディンドン自体もそう、何の時代もそうだね、堀沿いに止めてリーク書いてたね。名古屋城でライブされてる。そうだね、コロナの時に名古屋城でもやったね、まさにあの辺だね。と思ったな。ぜひ見に行ってください。パーティー。 AK さんの名前の由来ですね。あ、名前でね、もう元々の AK47 でそのまま10の名前だったんだけど、俺いつもクラブになんかその女をさ引き連れて行くのが好きで、で行ってたんだけど、その様を見てフライヤー作ってる先輩が勝手に69でお前プレイヤーで69っていうので69に勝手に変えられたって。そう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 、ある日突然69に変わってたって。あれ俺名前変わったぞみたいな。これめっちゃいいの、もうラストで言っていいですか。うん、おー、ラストだ。ラストそれは大事だよ。はい、名古屋東海の好きなところ。おー、名古屋根性ってあって三大都市って言われてるけど、大阪東京となんか圧倒的になんか劣ってる、劣ってるって言ったらなんかあれだけど、都会道で言ったらやっぱ街もそんなに大きくないし、ちょっと中途半端なとこあるんだよね。でそのメディアも遠いし、よくライブとかでも名古屋飛ばしっていうワードがあるぐらい、東京と大阪はライブ入ってんのに名古屋は飛ばされるみたいな、ガイタリが来た時とかもそうなんだけど、有名な都市なのに軽視されがちなとこあるから、自分たちのこのエリアで成立させようっていう気合がすごい入ってんだね。ハングリー精神みたいなのがすげえあんだよね。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、なんかいいのかなってね、感じだよね。ずっと出ないから、クワしてたね。ありがたいですよ。ありがとうございます。ちょっと最後、あの AK さんの方から何か告知とかがあれば、ぜひ。そうだね、まあ6月15日から、さっきもね話してたエンライトメントツアー、2024が全国33カ所でね、開催されるんで、ぜひとも今ね何かに迷ってるとかね、なんかその目的を失ってたりとかする人は特にね見てほしいライブになってますんで、よろしくお願いします。でその前に AKYB のね DVD も出ますんで、これやばいな、見てほしいな、このね両方やばいな、バックストのねこのストーリーを、このライブでね、まだあの人はぜひとも感じてほしいなっていう。で忍者が出てくれた Do It Do It ですね。キャンディーとの Do It、これ夏ね、海遊びに行く前とかね、いやーパーティーの前にテンション上げてほしいよね。やばいっすね。バズってほしいからみんな踊ってね。あと曲聴いてくれよ。マジで聴いてほしい。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。みんなぜひチェックしてください。皆さんチェックしてください。はい、ということで本日は AK60 ライズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます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 。